とは宗教改革運動をはじめとしてカトリック教会から分離し特に福音主義を理念とするキリスト教諸教派を指す日本ではカトリック教会に対し信教とも言うこの諸教派はナザレのイエスをキリストとして信じる宗教であるイエスキリストが神の国の福音を説き罪ある人間を救済するために自ら十字架にかけられ 復活したものと信じる。父なる神と、その子キリストと、精霊を唯一の神として信仰する。ローマカトリック教会や聖教会のような全世界的な単一組織は存在せず、聖書解釈の多様さから、スータの教派が存在し、ニカイアコンスタンティノポリス心情から逸脱しない、諸教派が、一般的に、プロテスタント諸派と呼ばれる。主な教派として、 ルーテル教会、改革派教会、聖公会、バプテスト教会、メソジスト教会、セブンスデーアドベンチスト教会、ホーリネス教会、ペンテコステ教会などがある。プロテスタントという総称は、その、担い手たちが、カトリック教会に抗議したことに由来する。プロテスタントは、諸教派の総体であって、プロテスタント全体を統括するような、 教団連合組織は存在しない。中世における諸教派の形成時、国教化されたカトリック教会は宗教の自由を認めなかったため、教皇中心主義に反して内部分裂したプロテスタント諸教派に対しても異端としての対応を取ることとなった。そのため、多くの教派はカトリック教会の対応に対して抗争や戦争の手段を用いて、 新たな体制的教会を構築した。また、新たな政党の基準を確立した、プロテスタント諸教会は、その公的な信仰の基準に反するものを異端視した。教義の中心である、使徒信条は、母体となったカトリック教会とほぼ同じに、設定されている。それに加えて、独自の原則として三大原理も設定されている。異教 異端であるかどうかの判別の基準としては、聖書全体を神よりの霊感を受けて書かれた神の言葉として受け止めることを前提として、三位一体の教義が確立していること、イエスの復活信仰が確立していること、ナザレのイエスの死を通しての食材信仰が確立していること、主イエスが旧約のキリストであるとの信仰が確立していること、等が規定されている。 1517年に以降、マルティン・ルターらにより、カトリック教会の改革を求める、宗教改革運動が起こされた。1524年、ドイツ農民の不満を背景に、旧神派、トマス・ミュンツァー率いる武装農民が放棄し、これに対してルター派の諸行らが激しく衝突、多くの犠牲が生じた、いわゆるドイツ農民戦争が勃発した。 1529年にルター派の諸公や都市が、新聖ローマ帝国皇帝カール五世に対して、宗教改革を求める、抗議書を送った。そのためこの派は、抗議者と呼ばれるようになった。ルターらは、先例と、生産以外の教会の諸秘籍を廃止、聖書に立ち返る、福音主義を唱え始め、また、西方教会では、それまでほとんどラテン語でのみ行われていた天礼や、 聖書をドイツ語化するなど、著しい改革を行った。このため次第にルター派は来た、ドイツからドイツ全体へ広まり、その信者は増加していった。ルターは、信仰義人という教理を提唱したものとしてよく知られている。ルター派の特に信仰義人は、カトリック教会のトリエント公会議などにより、排斥された。その結果として、別個の教派を築くこととなった。 宗教構想は政治権力構想とも絡み、ドイツ地域の内乱状態は30年間続いた。内乱集結のアウクスブルクの和議により、プロテスタントもカトリック教会と同様に信教の自由の地位を保障されることとなる。ルター派は北方に広まり、デンマークスウェーデンノルウェーで国境となった。ドイツ改革とほぼ同時期に、スイスでも、 宗教改革運動が起こった。カトリック司祭のフルドリッヒツビングリは、聖書のみ、信仰のみという教理を展開し、彼の弟子たちから、幼児洗礼を否定し、再宣令を認めるアナバプテスト派が生じ、後に改革派教会からも排斥されることになる。また、ツビングリは、生産論においてルター派と対立することになる。内乱状態の後を受けて、 ジャン・カルバンが登場し、彼はツビングリを受け継いで、スイスにおける宗教改革の指導者となる。カルバンは、新しい教会の組織制度として、長老性を提唱した。大陸におけるカルバン派の教会が、改革派教会と呼ばれ、ジョン・ノックスのスコットランドを経由した、英国系のカルバン派の教会が長老派教会と呼ばれる。カルバンは二重予定説を提唱し、 カルバン派で受け継がれ、カルバン主義とも呼ばれる。予定説も、ルター派と同じく、トリエント公会議で、排斥の対象となる。カルバン派は、混乱から社会を救うため、宗教と、政治、教会と国家を明確に機能区分することを、提唱する。また、一般市民の信仰生活に対して、世俗職業を転職とみなして励むこと、生活は質素で、 金欲的であること等を解き、これが、木工期の資本主義の精神と適合したと言われる。カルバン主義は、西方のフランス、オランダ、イギリス、アメリカへ広がった。後に、オランダ改革派から、このカルバン主義からの思想が非聖書的であると唱え、カルバン主義の予定説に反対し、ヤーコブス・アルミニウスとその後継者によって、レモンストラント派が現れる。年。 改革派は、ドルと会議にて、アルミニウス派を異端として排斥する。このアルミニウス派の思想は、後にメノナイト派、ジェネラル・バプテスト派、メソジストのウェスレー派などに継承されることになる。なお現在、各教団の進学の基本思想として、カルバンかアルミニウスかの二極に分かれる傾向がある。16世紀末頃、英国国教会の内部において、ピューリタンと呼ばれる。 改革派協会の方向へ改革を求める人々が現れた。イングランドのカルバン主義は、ジョン・ノックスのスコットランドの影響を受けていたが、さらにこの改革運動を急進的にし、国教会から非合法に協会を立てようとする者らが現れた。彼らは分離派と呼ばれる。ピューリタン及び分離派は、国教会の特に監督性に反対し改修性を主張した。 分離派は国境界から分離せずに内部から教会改革を志すピューリータンに対しても偽りの教会に属するとして相互生産を拒否していた。英国の分離派の思想はロバート・ブラウンに始まったとされる。これがやがてジェネラル・バプテスト派の母教会の牧師ジョン・スマイスに受け継がれる。スマイスはジェネラル・バプテスト派の創始者。 トマス・ヘルウィスに恩師として影響を与えた。ただし、当時ウォーターランド派、メノナイトとの合併を考えていたスマイスが、ヘルウィスに対して、具体的にどれだけの影響を与えたかは、強力士的議論の決着がなされていない。またパテキュラー・バプテスト派は、元英国国教会司祭であったヘンリー・ジェイコブ、牧師により発足した、非分離破壊衆主義教会から、 より分離派的教会を求めて離脱した者ら数十名が再宣礼を行って教会を新設したことに始まったとされる。18世紀、英国のオックスフォード大学内でジョン・ウェスレー、ジョージ・ホーイット・フィールドが指導するグループから始まった運動が英国全土にメソジストという名で広がるようになった。そしてこの運動はアメリカに渡り、 第一次大覚醒に至ったが、独立戦争が始まる際に一部英国に帰国することとなった。1784年アメリカに残ったメソジスト宣教師らを監督協会として認める25箇条のメソジスト憲章が定められる。1845年、米国のパティキュラー・バプテスト派は、奴隷問題と国外伝道政策に関する見解の相違で、 北部バプテスト同盟と南部バプテスト連盟とに分裂する。この頃、米国メソジスト協会にも同様の分裂が起こるが、やがて分裂は集結する。19世紀後期のアメリカのメソジスト系統からホーリネス派が起こり、これを基盤にペンテコステ派が起こる。さらにペンテコステ派によるペンテコステ運動は多教派に及び精霊派として知られている。また、 カリスマ派はペンテコステ派から起こるが、WCC に加盟したことにより、エキュメニズムに反対するペンテコステ派から排斥される。同じく18世紀、アメリカでサイリン運動が起こり、この運動に参加する信徒はサイリン派と呼ばれた。19世紀に入りサイリン運動がさらに活発化するといくつものサイリン派系教派がここから分裂、組織化した。 その中でも、エレン・ホワイトらが活発に活動し、日曜ではなく、イエスが当時守っていた日が土曜日であった事実と、旧約立法通りでも、ある土曜を礼拝日とする、SDA が出現した。フリードリヒ・シュライエル・マッハーから始まる、近代進学、自由主義進学、聖書高等批評学のプロテスタント教会への浸透に対抗して、 英国の福音主義同盟は1846年、旧過剰からなる福音主義信仰の基準を告白した。また20世紀初頭に英米において、キリスト教根本主義運動が起こった。20世紀半ばの1948年に、自由主義プロテスタントとローマカトリックを中心とした、エキュメニカル運動の組織世界協会協議会が成立したが、それに対して、 福音主義同盟を創立会員として1951年に世界福音同盟が結成された。第二次大戦後に台頭した福音派はエキュメニカル運動に対し1974年ローザンヌ世界伝道会議を開催しローザンヌ制約が発表された。また福音派は新福音主義とも呼ばれ福音伝道と宗教改革の福音主義を強調する。 福音派は、個人の伝道活動の実践、ビリー・グラハムの大規模な伝道活動などにより、強制を拡大し、学的にも、ウェストミンスター神、学校、フラー神学大学、ホイートンカレッジ、クリスチャニティトゥレーなどにより、大きな影響力を与えるようになった。2013年現在、世界に、約23億人のキリスト教の信者がいて、プロテスタント諸派の信者は、 約5億人。キリスト教徒が人口の過半数を占める国で、プロテスタントが他のキリスト教諸州派より多い国は、ドイツ、スウェーデン、フィンランド、ノルウェー、デンマーク、アイスランド、エストニア、イギリス、ケニア、ガーナ、ナイジェリア、リベリア、シエラレオネ、マラウイ、コンゴ共和国、ザンビア、ジンバブエ、ボツワナ、ナミビア、エスワーティニ、 南アフリカ共和国、オーストラリア、ニュージーランド、パプアニューギニア、フィジー、トンガ、ソロモニ諸島、バヌアツ、アメリカ合衆国、ジャマイカなどとなっている。ただし、宗教改革発祥の地であるドイツは、カトリックと、ほぼ気候した状況となっている。中国は人口に占めるキリスト教徒の割合は5%程度だが、絶対数で見れば多く。 そのうちプロテスタントが8割以上を占める。キリスト教と人口の割合が3割とアジアの中では比較的高い韓国はうち6割以上がプロテスタントとなっている。日本のキリスト教徒は半数近くの約90万人がプロテスタントとされている。多くの教派で共有できる基本信条としてニカヤ信条、ニカヤコンスタンティノポリス信条、 カルケドン心情、使徒信条などが挙げられる。プロテスタントは、福音派とエキュメニカル派に二分されている。福音派の聖書館は、従前霊館である。エキュメニカル派のプロテスタントの聖書館は二つに、大別される。自由主義神学に立つ教派、グループなど、リベラル派においては、何かを異端とみなすこと自身が不寛容であり、キリスト教に異端はいないとする思想もある。 異端を定義する基準は、多くの教派で共有できる、ニカイア信条、ニカイアコンスタンティノポリス信条、カルケドン信条、使徒信条など基本信条からの逸脱である。プロテスタントは、諸教派の総体であって、プロテスタント全体の代表者や指導者のような、存在や、プロテスタント全体を統括するような、教団連合組織はない。また、 各教派の成立自体も、初代統一プロテスタントからの分離、離脱から生じ、複数に分かれたといったものではなく、最初期のプロテスタントである、アナバプテスト、ルター派、カルバン派、ツビングリー派などは、互いの影響は受けつつも、それぞれ全く別個に成立したもので、最初から統一されたプロテスタントは存在しなかった。それゆえ、全出の成功会などをはじめ、 プロテスタントなのか、そうでないのかが曖昧で、線引きの難しい教派、教団が生まれる結果にもなっている。それぞれの成立については、本校の系統の節を参照。対して、カトリック教会はそれに属するすべての教会が、中央である、ローマ教皇庁に結びついている。聖教会は、基本的には、国や地域ごとに、 教団は複数に分かれているものの、同じ教義、方針連を共有し、相互にフルコミュニオン関係を維持する連合体として存在しており、イスタンブールのコンスタンディヌーポリー総主教長を、全地総主教長と呼ぶなど、名誉的にではあるが、全正教会の筆頭、総本山的扱いとしている。そういった意味では、カトリックや正教会と同じような意味、両方での、 プロテスタントという名の教派は存在しないのである。プロテスタントの語は66巻の聖書を共有するキリスト教について使われており、同じ聖典を用いる人々の文化を教派とし、違う聖典を用いる文化は宗派として区別されることがある。プロテスタントは同じ教派でも宗教法人としての教団はさらに分かれていることも多い。例えば、 同じルーテル教会としての教派と自己規定していても、ルーテル教団、ルーテル教会、ルター派教団といった法人が分かれているケースもあり、さらに法人が別なだけでなく、交流すらないケースもある。これは移民や選挙によって成立母体が異なる場合や、協議の解釈によって分裂が起こることに起因する。逆のパターンとしては、日本キリスト教団などのように、 異なる、教派同士が一つの超教派教団に所属している、場合もある。また、ルーテル教会には、修道院制度がわずかながら存在するが、他のプロテスタント諸派には、修道院制度が存在しないなど、プロテスタント諸派の間には小さくない差異がある。二十世紀に起こった、プロテスタントを中心とするキリスト教の、教会一致運動のこと。クヤスレギオ、 アユリリージョの原理は、欧州の外では通用せず、アジア地域などにおいて、経験主義が伝道の原動力になった。国境界から独立した教会は自由教会と呼ばれている。複数のプロテスタント教派が共同で、合同教会を作る動きが、特に20世紀になって盛んになっている。カナダ合同教会、北インド教会、南インド教会、 中国キリスト教教会などである。プロテスタントは主にカトリック教会から分離した教派、さらにそこから分離した教派を指す。聖教会をはじめとした、東方教会から分離した教派を指すことはない。聖教会は、カトリック教会から分かれて、プロテスタントの教義から影響を受ける一方で、カトリック教会の信条、聖職制度、典礼等を引き継いでいるという経緯がある。 そのため、聖公会をプロテスタントに分類する見解もあり、聖公会も自身を宗教改革の結果生まれた教会としては、プロテスタントに属していると規定している。一方で、カトリックの伝統も受け継いでいることから、中道の教会、橋渡しの教会とも位置づけている。英国王室では、多い継承者で、プロテスタント信仰を持っているもの。 正教の信仰を持っている者は、大井継承後、スコットランド国教会にも帰属しなければならないとしており、この場合、正教会はプロテスタントに含まれると考えられる。カトリックから分離した教派であっても、上述のように、プロテスタントと自認している、正教会をそのように呼ぶか否かは、各教団、信徒個人で意見が分かれる。 また同じくカトリックから分離した教派である復古カトリック教会は、プロテスタントを辞任する性交界とはフルコミュニオンの関係にありながら、カトリックを自称しており、プロテスタントには含まれないとされる。このように、プロテスタントなのかそれ以外なのか線引きの難しい教派や教団がも見られる。非常に稀な例ではあるが、プロテスタントの流れでありながら正教会の 方針霊を採用しているエヴァンジェリカルオーソドックス教会という教派も存在する。これはもともと福音派系プロテスタントであった教派が結果的に正教会の方針例を採用したのであり、源流は正教会ではなくカトリック分離組の流れのプロテスタントである。なお、この教派の多くの教会は最終的にどこかしらの地域の正教会に合流しており、 独自のプロテスタント教派としては現在では数を減らしている。系統外略図キリスト教諸教派全体から見た、系統外略。さらに細かい分類方法と経緯がある。聖功会、プロテスタント、アナバプテストについて上手より詳しい系統図であるが、これもあくまで大まかな流れであり、さらに細かい分類方法、経緯がある。社会学などで研究。 議論の対象となるヨーロッパの近代化は、特にその初期において、プロテスタント革命によって、強力な後押しを得たものだとする見解がある。その最も有名な説は、マックス・ベーバーによる、プロテスタンティズムの倫理と、資本主義の精神に展開されたもので、新京都など、禁欲主義的なピューリタニズムが、支配的な国家において、労働者が、合理的に効率性、 生産性向上を追求する傾向を持っていたことが指摘されている。ベーバーによれば、プロテスタントの競技場、すなわち自らに与えられた職業を天職と捉える、ルターの思想と、それに加えて、カルバンによる予定の距離によって、貧困は神による永遠の滅びの予兆である反面、現世における成功は、神の過去の証であるとされたことから、プロテスタント信者、 特に禁欲的ピューリタニストは自分が滅びに定められたかもしれないという恐れから逃れるために自らの仕事に一心不乱に打ち込むことで自分が神に救われる者の,の一人である証を確認しようとしたという心理があるという。なお、社会心理学者のエイリヒ・フロムも自由からの闘争の第三章。 宗教改革時代の自由において、ウェーバーの説を援用しながら、そのような真理が、権威主義的なものであることを分析し、ファシズムと同様の権威主義的な要素が、コプロテスタンティズムに、すでに内包されていたとする見解を示している。また、ダニエル・ベルは、資本主義の文化矛盾で、このような合理主義の精神が、芸術における、モダニズムの運動とともに、 近代社会のあり方を規定した主要因であったとする。また、1960年代以降、消費社会と結びついたモダニズムの影響力が拡大し、プロテスタンティズムに由来する近代の合理主義を脅かしているとも診断する。プロテスタントと近代の関わりについてはもう一つ、異なる側面を扱った説があり、やはり広く知られている。 教会に赴いて他の教徒と一緒に説教を聞いたり賛美歌を歌うことによって信仰を実践していたカトリックに対してプロテスタントは当初個々人が聖書を読むことを重視した集団で行う儀式に比べて読書は個人中心の行動であるため一部の論者はこれを近代社会に特有な個人主義と結びつけて考えるありがとうございます